毎月開かれる夢プラザふれあいデー、大曲地区の人にとっては待ち遠しい一日。今回は花笛とノコギリの演奏会です。口の中で口笛と同じように舌を調整することによって音が出ます。じゃあなんでね、せっかく口があるのに鼻で吹くんでしょう。笑うんですよね。この説明するとね、必ず笑われるんですけども、この手の鼻笛はブラジルは発祥だって言われてます。で、世界中にはいろいろな民族の人が縦笛を、で鼻で吹いたりする民族もいるんですけれども、皆さん共通にして言っていることは、口は嘘言うけど鼻は嘘言わないので。レパートリーは夏メロから童謡まで何でもござれ。今日はノコギリ演奏も入れて12曲を披露します。極楽さんはなんと昔は町役場の職員でした。一年発起、花笛に目覚めて独学で技を習得したのです。会場の皆さんはその音色にすっかり魅了され、口ずさんでいる人もいました。よかったですよ。鼻であんなにいろいろなこう音が出て、高くなったり低くなったりね、調整して、またなんだかあれの三味線みたいのね、出したなと思ったら、あんなただあれ金のあれみたいだけど、それで音が出るっていう、素晴らしいねと思ってね。ねえ、わちらただ鼻で息しとるだけでも怖いのに。何年やられてるんですか。12年目になりました。第1回目の花笛のコンクールで優勝したもんで、全国的に僕の名前は皆さん花笛やってる人は知ってくれてるので、ありがたい話です。